回は、東京都美術館、2015年平成会選抜展の方に、2作品を出展しております。一つはこちらの方は、Waiting for Something、一時選集という作品になります。でこちらの方はサンクチャーリー、聖域という作品です。それぞれですが、私のと制作に関しては、好きな、線とか形を、作ることによって、作品がだんだん仕上がっているというものになります。で、ちょっとこの、近くよりは少し若干遠くから見ますと、こちらの方が、少し離れると、風景に見えてくるということです。でこの風景に関しては、具体的な風景でなくて、どこかにこんな風景が、あるんじゃないかという風景、というふうに考えて、いただければと思います。ご自身の、想像の中で、この中で、遊んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。次回は国立新美術館で、展示を予定しております。平泉会の、ホームページで、ご確認いただければと思います。皆様のご来場をお待ちしております。よろしくお願いします。